こんにちは、銀座有楽町内科の山村壮です。今回は本チャンネル初の企業コラボとなります。当院の糖尿病診療などで利用しているライフログのアプリ、血糖値や血圧、体重などを管理するアプリケーションシンクヘルスをご提供いただいているH2 株式会社のお二人とともに、今回はコーラを飲んで血糖値がどれくらい上がるのか検証しつつ、視聴者の皆さんからいただいた疑問・質問に答えていきたいと思います。本日 H2 の湯本さんと宮田さんにご来院いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。H2 株式会社の提供するシンクエルスは無料で血圧、血糖値、体重などの管理ができる非常に便利なアプリです。診療にも役立てさせていただいております。それでは血糖値の測定に参りましょう。それでは飲む前の血糖値を測ります。本日もいつも通り血糖値の測定は二の腕につけたフリースタイルリブレセンサーをスマホアプリフリースタイルリブレリンクで測定していきます。フリースタイルリブレで測定した値は血糖値そのものではなく皮下の間質液のグルコース値を測定したものですが、血糖値そのものと非常によく相関するので私の動画ではこの値を血糖値と表現して検証しています。ご了承ください。それでは飲む前の血糖値は私が97です。はい、私が87です。私が94です。それではコーラ、今回は 300ml 飲みます。はい、じゃあ取っていただいて、おお。いただきます。じゃあいただきます。飲み終わりました。10分経ちました。血糖値は私が105です。湯本は93です。宮田は94です。それでは寄せられた質問に答えていきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。肥満の危険性と減量を成功できる心構えがあれば教えてください。よろしくお願いします。はい、肥満はいろんな病気の原因になってしまうんですよね。うん、例えば、糖尿病、高血圧、脂質異常で、それに起因するような心臓病だとか脳血管疾患、こういった怖い病気の原因になってしまうので、肥満と言われてしまった方に関しては健康診断で例えば BMI の25以上という方は少しダイエットを検討して体重を是正する方がいいと思います。肥満学会の報告によると、だいたい 8% ぐらい減量していただくといろんなそういう病気の危険性が下がると言われてますので、ぜひトライしていただければと思います。ダイエットを成功させるコツ、これなかなか難しいですよね。そうなので、まずは何のために痩せたいのか、モチベーション、目標の設定が大事だと思います。やみくもに何キロになりたいというよりは、あの服が着たいとか水着で外に出たいとか、娘からお父さんお腹ぽっこりだねって言われたくなくなりたいとか、結構切実な動機づけを自分の中で作ってあげて、それを達成するためにじゃあ何キロ体重落とすのがいいんだろうかなっていうモチベーションの維持、目標設定をしていただけるといいかなと思います。
ありがとうございます、はい、では次の質問です。野菜不足をジュースや果物で補って大丈夫ですか？よく聞かれますね。率直に言うとダメです。もちろん野菜ジュースにビタミンだとか、まあ、ベータカロテンとか緑黄色野菜に含まれるようなものだとか、あるいはカリウムだとかナトリウムといったミネラル、こういったものは野菜ジュースにも入っているんですが、別の動画でもご紹介したように結構野菜ジュース、果物ジュースには多くの糖質が含まれているので、これらの血糖値の上昇、そういった、まあ、デメリットの部分と天秤にかけると、正直野菜ジュースで補うよりはしっかり野菜は摂っていただきながら、水分は水分で摂取したり、ビタミンとかミネラル不足してるなという場合はサプリメント使っていただいたり、そういった方が健康の面ではいいんじゃないかなと思っております。はい、では次の質問です。はい、よくテレビで〇〇ダイエットが効くなど、あれこれ時代とともに出てきますが、実際に先生が効いていると思うダイエット方法は何でしょうか？はいありますね、〇〇ダイエット。正直人によって自分に合うダイエット法というのは異なるので、例えば本当に炭水化物を抜いちゃう、まあ、いわゆる糖質制限のダイエット、パンとか麺とかご飯を食べない、まあ、糖質制限が合う方には非常によく効きますが、一方でやっぱりエネルギー不足を強く感じちゃって、体調崩しちゃったり、逆にリバウンドしてしまったりですね。そうなので、無理のないダイエットで巷で言われているものをご自身で、まあ、1週間ぐらいとか2週間ぐらいとか決めて実験してもらって、果たして本当に体重が減ってくるのか、そして体調に変化がないかどうか、そういうのを判定しながらいろいろ試して自分に合ったものを模索してもらうのがいいかなと思います。あの人に聞いたから私にも聞くとか、テレビで言ってあのタレントさんが痩せたから自分にも合うか、それはちょっとやってみないと分かんないところです。でもしやっぱりそういうの心配だなっていう時は、専門家のアドバイスがあった方がいいと思いますので、まあ当院ダイエット外来とかもやってますんで、ご相談いただければと思います。はい、分かりました。20分経ちました。我々の血糖値は私が148です。上がってきました、うん、はい、湯本は143です。宮田は127です。では次の質問です。最近1日3食をやめよう、2食1食がベストみたいな話がありますが、先生的にはどう思われますか？単なる迷信でしょうか？確かに1食ダイエットだとか、うん、まあ、3食本当はちゃんと食べた方がいいだとか、まあ、お話ありますけど、これも正直ご本人のライフスタイルに合わせて自分に合ったものを探してもらっていいと思います。うん、確かに3食バランスよく摂った方が血糖値1回1回の上昇は小さいんですけど、トータルのカロリーとして3回食べると取りすぎてしまってるっていう人も意外と多いです。なので2回しっかり食べるとか、もう1日1回だけドーンと食べて1回血糖値高く上がっちゃうけども、平均で見るとある程度、まあ数字的に見るといい値かなっていう風なところで、自分に合ったものを続けてもらえればいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きましてですね、似たような質問になるんですけども、ファスティング断食が流行っているように見受けられますが、このあたり医学的見地からも本当に行って問題ないでしょうか？半ば怪しい方法のようにも聞こえるので先生に質問しちゃいました。はい、そうですね、ファスティング流行ってますね、うん、そう、私の周りでも結構やってる方多いです。ドクターでもやってる方います。ただ
っと無理にやりすぎるとダメなのと、やっぱり専門家のアドバイスを受けてやった方がいいですね。なんでかっていうと、まあ、ファスティングで腸を休めたり、まあ、全身の、まあ、ちょっと活性化というか、うん、ある程度体の中に飢餓状態を作って、まあ、元気にさせるという、まあ、作用はあるにはあるんですけど、やはりどっちかというと栄養不足に偏りがちで、ビタミンとか鉄分とか大事なものが欠落して貧血になっちゃったりとか、もう倒れて救急車で運ばれちゃったりとか、そういう方もいるので、ぜひ正しいやり方をちゃんとノウハウを持った人にお聞きしてやるのが望ましいと考えます。ありがとうございます。はい、分かりました。で、次がですね、ダイエット、どうやって頑張っても挫折を何回も繰り返しちゃいます汗、はい、というのも、空腹を満たしたいという思いが強くて、先生が見てこられた患者さん、どういうお気持ちでダイエットを継続されていますか。詰まるところ、ダイエットって精神力次第なんでしょうか。確かに辛いですよね。食べないとか、頑張って運動しないといけないとか。ただやっぱりそういう続かないダイエットってどこかでこう無理がかかっていることが多いので、もうあるものを絶対食べないとか、お昼は必ず抜くとか、野菜しか食べないとか、まあ、そういう無理なところは続けられないです。なので自分の中で許容できるところ、まあ、これは自分に許そうっていうところを見つけてもらって、トータルで無理なく長く続けられるっていう仕組みを作ることがまず大事だと思います。あとはまあ同時に頑張ってくれる仲間だとかサポーターの存在かなと思います。まあ、ご夫婦で一緒にされる方もいますし、お友達と一緒にまあ競い合いながらやる方もいますし、まあ、うちのクリニックだと、まあ、私と月に1回お話しながら、まあ、こうした方がいいね、こうした方がいいねっていうアドバイスをしつつ、私も一緒に伴走するような形で応援をしてますんで、そういう仲間の存在があると続きやすいんじゃないかなと思いますね。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、30分経ちました。血糖値は185です。湯本は189です。宮田は139です。うん、それぞれですね。はい、では続いての質問に行きます。はい、楽なダイエット方法ってありますか。現在170cm 73kg ですが、2ヶ月で 8kg 痩せたいです。お願いします。楽なダイエットはありません。ごめんなさい。そう、2ヶ月で、まあ、8kg、 無理すれば痩せれないこともないですが、多くの方がリバウンドしてしまいます。半年1年かけて、まあ8kg、 10kg、 まあ1年かな、1年ぐらいかけてそれぐらい痩せるイメージで、無理のないダイエットプランを作った方がいいかなと思います。楽なことはないですね。はい、では次の質問に行きます。はい、ダイエットサプリが蔓延してますが、どういったサプリだったら摂取しても差し支えないでしょうか。いろいろ意見があるのは理解しています。誰にでも必ず効くというサプリは正直ないと思います。そう、まあ試しに1ヶ月とか飲んでみて痩せるのかどうか試してもらうのがいいんじゃないかなと思います。これもいろんなダイエット法と同じで、自分に合うもの合わないものあるので、効いたものを探してもらうっていう、そして効いたのであれば続けてもらう、効かないんであればやめてしまうというスタンスでサプリメントは活用していただくのがいいかなと思います。うん、必ず痩せるというわけではありません。40分経ちました。血糖値は210です。
湯本は181です。宮田は136です。で、質問です。はい。日々食事や運動に気をつけていますが、たまにはお酒を飲みたいです、うん、どのようなお酒であれば血糖値を上げにくいなどあれば教えてください。はい。一般的に言われている蒸留酒、醸造酒、どちらかというと蒸留酒の方は、まあ、糖質ゼロ、まあ、焼酎だとかウイスキーだとかは糖質がない分血糖値ほとんど上げないと言われていますが、まあ、私の他の動画見てもらうと分かるんですけども、お酒そのものが血糖値をすごく上げてしまうっていうことはあまりないです。もちろん甘いお酒、梅酒だとか糖質の入ったレモンサワーだとか、そういうのを上げてしまいますけども、お酒に入っているお酒そのものの糖質量はごくわずかです。どちらかというとお酒と一緒に食べるおつまみの方、スナックの方で血糖値を上げてしまう傾向があるので、お酒飲んでいただいていいですが、つまみの量が増えないようにご注意いただければと思います。先生、お酒はほどほどですよね。そうですね。わかりました、ありがとうございます。では次です。自分は血糖スパイクがすごく出ることが分かりました。カレー大盛りを食べるとグルコースが300になってました。毎食気をつけるのはすごく難しいです。どこまで数字が上がってしまうのを気をつければいいのでしょうか。はい。リブレか何かつけてらっしゃるんですかね。300はさすがに高いですね。そう、まずは一つ、タイムインレンジという考え方がありまして、血糖値がある幅に入っている時間がどれくらいあればいいか、この幅の目安が低血糖にならない70から高血糖域180、この間に血糖値をまあ入れてしまいましょうというふうに言われてますんで、まあ、180超えないようにはしてもらいたいとこですね。まあ、いろんな工夫としてベジファーストであったり、食後に運動したり、まあ、そういうことできますん で、ただ300の方は糖尿病、予備運から糖尿病に一歩踏み込んでいる可能性があるので、ぜひご来院ご検討ください。以上です。ありがとうございます。50分経ちました。血糖値は210です。湯本は163です。宮田は120です。今回は3人で同時にコーラでどれぐらい血糖値が上がるのか検証してみながら、皆さんの質問にお答えしていきました。いかがでしたでしょうか。血糖値の変動としましては、私がスタートの97から103上昇し、ピーク210でまだ上がり続けているかもしれません。一方で湯本さんは30分の段階でピーク189を迎え、血糖値の上昇幅は102でした。そんな中、宮田さんスタートが94からピーク136、30分の時点でわずか45の上昇にとどまる結果となりました。このように血糖値の変動には非常に個人差があり、血糖値の上がりやすい人、上がりにくい人、またコーラでは上がらないけども別の料理では上がりやすい方、そうした方もいますので、ぜひご自身の血糖変動のパターンを知って、避けるべき食材、食べ過ぎてはいけない食材見つけていただければなと思っております。当院銀座有楽町内科ではそういったご相談をお受けするため、リブレを使った血糖値スパイク外来というのも行っておりますので、ぜひご来院ご検討ください。その血糖値スパイク外来では H2 さんのご提供するアプリ、ライフログアプリシンクヘルスを活用して
体重の記録をしていただくことで皆さんのダイエットにもお役立ていただいております。本日は湯本さん、宮田さん、ご覧いただきありがとうございました。何か感想を言います？あ、はい、湯本です。すごく上がるかなと思って実際に200ぐらいまで上がったので、あのラーメンとかと同様に私はすごく上がりやすいんだなと思って勉強になりました。ちょっとコーラ気をつけていきたいと思います。はい、それ私の方もこんだけ個人差があるとは正直びっくりでしたですね、うん、そうですよね、そういった意味ではすごい勉強になりました。よかったです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったな、役に立ったなという方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 H2 の提供するシンクヘルスアプリについても概要欄に掲載しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。